歌舞伎と踊り折口忍東京と上方とでは舞踊家の態度が違っている東京の踊りは歌舞伎の歴史に関わりを持っているが上方の舞は脳から出ていると言われているだけに上方のはそんなに踊りは芝居と密接な関係にとらわれていないのだ東京だって歴史は歴史として もっと役者の舞踊から自由になれないという言われはない。役者は専門を持っている。舞踊家が極端に役者の踊りに従うということは、舞踊家自ら源を枯らすことになる。我々からすれば、脳がかりだとか、芝居がかりでない方が踊りらしい気がする。だから、これでも踊りかという気のするものが多くて、踊り自身すら早くから、不純なものになっていたのではないだろうか。 何と言っても現実がこうあるのだ。だから、それから出発しての議論でなくては。という論法で、歌舞伎、諸作事を踊りの正当なものとするのなら、話は別である。事実、今のような組み合わせで芝居を繰り返しているなら、歌舞伎芝居そのものをも滅することになりはすまいか。今で言えば、東京に舞の名手が役者に多い。 菊五郎などはあれだけを歌舞伎に専念したらどんな役者になったろうか。あの人気の源になっている踊りはあの人の芸を蝕んでいるものだということに気がつかないはずはないと思うのだが。また、三つ五郎に踊りができなかったらあの特殊な顔を持ってもっと役者としての王を成しているだろうに。踊りのために実にそれだけの役者といった形になって終わっている。これほどあの人にとって 気の毒なことはない。歌舞伎というものが一頃問題を湧き立たせていたが、それは問題ではない。当然、歌舞伎自身で刈り取るべきであろう。歌舞伎が歌舞伎発生時代から劇的要素を自由に伸ばさないように指した踊りと並行しているのがいけないのだ。そして、歌舞伎芝居の景気の悪い時は踊りでつなぐということがいつも行われるが、 これは歌舞伎そのものから言って悲しむべきことであるし、また踊りから言っても喜ぶべきことでない。歌舞伎と踊りは別個のものとして進んでいかなくてはどうしてもいけないだろう。高級な芸術はさておいて、しかし踊りそのものもある点、高級ではあるが、全体として民族芸術というものは出たとこ勝負のものが積み重なって体制している。 新舞踊などについてもかれこれ言うだけの力はないが、これからのものは、そんなのでなく、生産もなければいけないし、理想もなければいけないのだから、そこに、周到な心構えが望ましくなってくるわけである。ほんのその馬切りの花咲事案見たようなものでは、どうにも間に合わないのだ。民族芸術と新舞踊とは違うのだから。新舞踊というものに、打たれた、 という感じがしないのは深い内容がなく単なる思いつきからできたものが多いからではあるまいか我々はしば古典舞踊の復興というものを見せられるが今に何の方も残っていないものを復活して見せられたところでそれに信頼している気がしない疑いばかりが起こってきて少しも楽しめないのである支援は大事だけれども 完成した芸の維持ということがさらに大切である。できれば方も残っていて、廃曲になろうとするものを採集して、整理して見せていただきたいものだ。何でも努力は良いことだ。だが、舞踊の廃曲を起こすにも、文芸復興の情熱と方法が備わっていなくては、ならぬと思う。民族舞踊においての最終の態度で、舞踊化も進んでくれてこそ、古典の復活も意義を生じてくる。 座談に過ぎないから、深く考えてもいないし、もともと舞踊については、唐騎士の素人なのだから、多めに見て通っていただく。